こんにちは、ラットサイルのラットです。今日はですね、僕が楽しみにしていた、今秋冬おすすめのアウターについてご紹介したいと思います。よろしくお願いいたしますということなんですけれども、うちはですね、結構革ジャンがメインで、秋冬もですね、アウター入荷しているところなんですけれども、その中でもですね、昨年の秋冬から、うちの方でもとても人気のある、フリース素材ですね、を使った、ちょっとミドルアウター的なものがですね、今入ってきておりまして、それをね、ご紹介したいなというふうに思います。はい。で、フリース素材といえばですね、本当に某有名なブランドなんかでも使われている素材を、このファインクリックレザーズが手掛けるモシードもですね、同じように使用しているっていうところなんですけど、こちらのフリース素材に関して、まず先にちょっとご紹介したいなというふうに思います。昨年秋冬ですね、とっても人気があったものの一つとして、今回両方ともポーラテックなんですけど、ポーラテック社のこちらはですね、サーマルプロっていう、わかるかな、一応こんな感じのフリース素材使ってます。これはコーネリアっていう、すごくね、これも作り込みがいいリバースウェーブになっているパーカーなんですけど、これとはですね、また違った素材。今回この秋冬ではですね、かなりモコモコとした、僕も今着ているこれ同じものなんですけど、ブラックとチャコール、色違いですね。このモコモコ加減、わかりますでしょうか？すごいんですよ、この毛足の長さ。もう見るからにあったかいんですけど、こちらがですね、ポーラテック社のハイロフトっていう、フリース素材になってます。で、他社のそういったフリース素材と何が違うのかっていうのも、僕もいろいろ調べてみたんですけど、やっぱり軽さに対しての、暖かさですね。一緒にポーラテック社が作るフリース素材って、本当に、着ていただいてわかるんですけど、とっても軽いんですよね。そして暖かい。で、かつ、イージーケアも、モシールっていうところでしっかりできる、揮発水であったり、速乾性ですね。何よりも、この通気性っていうのが長けているので、着ていてですね、非常に蒸れにくいと言いますか、保温もしてくれるんだけど、通気性もしっかりあるっていう、結構僕今これハイウェイ9ですね、リブの T シャツ着てるんですけど、半袖なんですよ。で、T シャツ1枚で本当にあったかくて、この腕周りもですね、半袖だと、やっぱり直に感じるので、この暖かさがね、直感して感じるところなんですけど、やっぱり素材的には、ハニカムサーマルですね。サーマル生地とかと、このフリースって割と似たようなところがあるのかなと思います。なので本当に中間着としてですね、トップスから中間着、本当にインナーとしても使える。またトップスとして1枚でもね、すごくかっこいい。デール的にもかっこいい。そして可愛いね、なんか要素もあるんですけど、いろいろ使い幅も多い、ミドルアウターかなというふうに、思っております。で、今回のね、この詳しいディテールに関してなんですけど、当然見ていただいてわかる通り、フルジップのですね、結構上まで締まる形になってます。この辺までですね。すべてこの辺も全部パイピングできてね、仕上げ、始末がされている形になってます。で、この辺もリブがですね、袖付きにこんな感じついているので、しっかり、止まる。こんな感じで時計とかもかなり、いい感じに見せていけるので、袖付きも割とその辺長くないです。なので、アウターとか着ても出ないというか、いいところでしっかり止まるような形になってます。でね、この辺の、縫いとかもすごくやっぱり、細かいところまでね、縫製されてるなと思います。やっぱりこの辺のハイロフトとかってすごく難しい技術だと思うんですけど、やっぱり、モシールとしてですね、ただ暖かいだけじゃなくて、そういったかっこよさであったりとか、この、技術的にも素晴らしいところ、あるのかなというふうに思います。で、一つね、面白いギミックとしては、こちらのね、フロントについている、ジップ付きのポケットなんですけど、これはですね、最初はね、ちょっとわかりにくいんですけど、下から上にこんな感じになってます。下から上の仕様ですね。アウトドアのシーンとかでも、やっぱり不意に開かないように、こんな感じになってるみたいなんですけど、こういったところもね、すごくね、個人的には、面白いところかなというふうに思います。で、中はですね、こんな感じで。はい。ここもね、すごくあったかいですよね。見ていただいてわかると思うんですけど、はい。すごく着心地がいい、一着というふうになっております。パーカーのですね、本当に大きさとかもすごくちょうどよくて、収まりがすごくいいんですよね。見ていただくとわかるんですけど、こんな感じで、はい。大きすぎず小さすぎずっていう感じで、パーカーをこのモシールの、帽子とですね、合わせて着用してもいいと思いますし、上まで上げてですね、はい。こんな感じで、はい。着用してもすごくかっこいいんじゃないかなと思います。で、これ僕が今着用しているのが、身長176センチ、70キロで、ブラック38を着用
すごくね、サイズ感的にはちょうどいいかなと思います。まあ、インナーにもトップスにもすごくまあちょうどいいぐらいの大きさで、ゆったり着るんだったら40かなっていう感じなんですけど、僕個人的にはね、この38がすごく気に入ったサイズ感というふうに思います。いかがでしたでしょうか？本当にね、着心地、機能性、ディテール、本当にね、3秒揃った最高のミドルアウター、このポーラテックの、ハイロフトを使ってですね、ニコラになりますので、当店としてもね、結構かなり数も少ないので、気になる方はぜひ、お早めにですね、ご検討の方よろしくお願いいたします。ということでですね、次回の動画で、こちらのフルジープパーカーのこのニコラについてですね、カーディガンタイプの、ものもありますので、そちらの方をね、ついてご紹介したいなと思います。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。